すごい。あの二人が来た途端、あんなあっさり。あの二人もヘスティアさんたちの世界の人ですよね。そっちの世界ではみんなあんなに強いんですか？ふっふっふん。ベル君たちが強いのは、僕たち神が眷属である子供たちに与えている力、ファルナの影響もあるのさ。神様から直接与えられるギフト。それならあの力も納得なんだよ。もしかしてそれがあれば私たちもあれくらい強くなったりするんですか？いや、そんなことはないよ。その後どうなるのかは子供たち次第さ。戦い、冒険して強くなる。特にあのバレン・ナギガシ君はレベル6の第一級冒険者なんだ。へえ、レベルなんてあるんだ。なんだか私たちの能力と似たようなとこがあるわね。ミサカさんも上条さんも強かったです。それにあの電撃のような技、この世界にもファルナに似た何かがあるんですか？それが何かはよくわからないけど、この学園としては超能力の開発が行われているのよ。あの電撃の正体は超能力。僕でも何か超能力を授けてもらえるのでしょうか？ベル君、浮気はダメだよ。浮気は。そういうのじゃないですよ。ただ今より強くなれたらなって。能力開発は結構時間かかるし、それに学園都市の学生じゃないと受けられないわよ。ああ、それだと僕たちは超能力を授けてもらえそうもありませんね。話を遮ってすみませんが、今後の方針はどうしますか？アイズさん、リュウさん、実は僕たち一つ気づいたことがあって。ということなんです。あのモンスターが私たちの世界に帰るためのヒント。問題はそのモンスターがどこにいるかということなのですが。そういうことであれば、公園にモンスターが多数集まっているようでした。本当かい？ということは、光る穴は公園にある可能性が高いということですわね。よし、そうと分かれば早速公園に行ってみよう。すごいモンスターの数だな。こんな大群が街にでも出たら。あそこ、あれは光る穴。やっぱりここにあったのか。あの穴に入ればきっと元の世界に帰れるけど、その前にここにいるモンスターたちを一掃するわよ。